はい、こんにちは、コナンです。今日はね、この英会話教材のレビューをしたいと思います。あと趣味で英会話をやっていこうって思ってる人は NHK ブックから出てる100語で話そう英会話イギリス編とかね、これは結構面白いですね。 DVD がついてて本がついてて、でまあこれちょっと高い3000円なんですけど、グラビアアイドルの山崎まみちゃんがね出てるっていうね、もう それだけでも見てて楽しいなっていうね。まあそのまあもちろん英会話の勉強にもなるけど、もう本当見てて面白い。アメリカに住むジェイソンが親父のピーターが住むロンドンへ。ビッグベンやバッキンガム宮殿といったロンドンの主要観光スポットはもちろん、パブや一般家庭を訪れたりとイギリスの旅を楽しみます。後半ではバースやオックスフォードなどの郊外にも足を伸ばします。見ているだけでもう旅行気分が味わえますってことだそうですね。確かにね、これ DVD 結構そうなんだよね。見てるだけで旅行気分が味わえてね、それもいいんだよね。こんな感じでね DVD がついています。でシリーズで出てて、こっちのねオーストラリア編っていうのもあるんですよね。こっちもね、あのグラビアアイドルのあのアンズさゆりちゃんが出てるっていうね、もうほんとそれだけでも楽しいですよ。これは DVD がついてて、こっちも同じ3000円なんですけどね。このシリーズはね、あの NHK であの毎日10分ぐらいやってる英会話の番組でずっと1年ぐらいやってたのを、これはまとめて DVD にした本になっています。だから番組とかをね見てた人も結構いるんじゃないかな。アメリカ人の青年マイクがオーストラリアのメルボルンに住む友人エドを訪ねます。ワイナリーを訪れたり、アボリジニ芸術に触れたり、タスマニアで動物たちと触れ合ったり、見ているだけでも旅行気分が味わえます。旅を続けるマイクは日本にもやってきます。そうなんだよね、これもねなんかオーストラリアのね旅行行ったみたいな気分でね楽しめるっていうのがね、まあ英会話だけじゃなくてね、そういうので見ても楽しいよね。これも NHK から出ている海外旅行英会話、これも DVD がついているセットのものです。カシュー・トシキっていうね、あの仮面ライダーやってた人とこの2人のねコンビで紹介していくって話で、これはね非常に初心者向け、まあだけども非常に役に立つ感じなので、すごい初心者の人におすすめですね。これ一冊やっとけば海外旅行行くぐらいだったら困らずにできるかと思います。あのナビゲーターにねこのミカ・クレアが出てくるんだよね。この子がねまたすごいスタイルが良くて、まあ、これ見てるだけでも結構楽しいよね。内容はねすごく使える感じ、簡単な英会話ですね。例えばね、30ドル以下の部屋をお願いしますっていうのでね、 I want a room number $30、まあ、例えばそうしてみます。 OK I will とかね、こちらがね2500円です。これは最近買ったんですけど、これもね楽しいですよ。 NHK のから出てる CD ブック、これはねあの DVD じゃなくて CD ですけどね、もう見ての通り萌えキャラですよ。もうほんとね、あの CD の声もね、あのなんかほんと声優さんみたいなのがやってるみたいでね、可愛らしい感じでね、なんかアイドルを目指していくっていう話なんですけど、そのまあストーリーとかね内容だけでも楽しい、まあ、声も可愛いしね、だからこれ結構おすすめですね。これがね1700円、まあ、簡単なね登場人物の紹介で、まあ、ストーリーは舞台は東京、主人公の白鳥千夏はアイドルグループに所属する高校1年生の女の子です。ある日千夏が通う高校にニューヨークからの転校生トニーがやってきます。2人の周りで起こる日常を中心に楽しいストーリーが展開します。まあ、そんな内容でね、恋愛ありみたいなね、まあ、結構楽しい内容です。英会話とかじゃなくて普通に聞いても楽しいんじゃないかな。こんな感じでね CD がついています。だから NHK はねグラビアアイドル使ってくるっていう時点でね、まあ、テレビなんで、まあ、数字取らなきゃいけないんだけど、まあ、その辺がなんか分かってるというかね、テレビ的に面白いよね。英会話だけじゃなくて普通の人でも見ちゃうからね。はい、参考になりましたでしょうか。またね、なんかこういう教材がいいよとかあったらね、コメント欄の方にお願いします。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた会いましょう。